女優の黒木華さんです。2011年に映画デビュー後、今年の第64回ベルリン国際映画祭では日本人女優として史上4人目の快挙となる銀熊賞を受賞。さらに第37回日本アカデミー賞新人賞をはじめとして多数の新人賞を獲得されました。若手実業家女優として今最も注目を集められています。それでは黒木華さんに編集長からトロフィーが手渡されます。はい、黒木さん、おめでとうございます。それでは今のお気持ちをお聞かせください。黒木です。オーグさんの15周年の記念という日に自分がこんな賞をもらえると思っていなかったので、すごく光栄です。ありがとうございました。黒木さん、非常に素敵なお召し物ですけれども、そちらはどちらのお洋服ですか？これはコムデギャルソンさんの、はい、上から下まで全部そうです。はい、とても素敵ですね。今年は本当にいろいろな役に挑戦されましたけれども、自分自身どんな役が、今度トライしてみたいですか？そうですね、まだやったことない役がたくさんあるので、うん、少しでも多くできたらいいなと思います。例えばどんな役をやってみたいですか？そうですね、すごく悪い役とか死体とか、なんか何でも、死体ですか？何でも、はい、できたらいいなって思います。でも死体って一番難しいって言いますよね。そうですよね、いかに動かないかっていうのをちょっと突き詰めてやってみたいなって、うん、何言ってるかちょっと分かんなくなって。そうですか、はい、悪い女ってまだやられてないですか？そうですね、なんか意地悪な人は少しだけはやりましたけど、うん、そういう役もできれば、はい。そうですか、はい、おめでとうございます。ありがとうございました。黒木華さんに大きな拍手、皆さんお願いいたします。